はい、こんにちは、スワクテルと申します。今回はですね、キマイラデッキ、この間のね、デュエリストネクサスで出ました、キマイラカード、新規カテゴリーのキマイラカードを使ったキマイラデッキの紹介をやっていきたいと思います。まずはですね、キマイラで、まずどういった動きをするのか、キマイラでどういった動きすんのという、初手の動きから、皆さんに解説していきたいと思います。まずはね、デッキから、今回ね、自分のデッキに採用しているこちらパッチワークと、こちらの幻想の王ガゼル、またはね、幻想の王ガゼルだけではなく、こちらのね、コンフィールドコアトル、あるいこの2つが手札にあれば十分です。パッチワークかコアトル、パッチワークかガゼルね。まずはですね、パッチワーク発動。自分のデッキから融合と、こちらのエッジインプチェーンを手札に加えます。で、融合発動。自分のデッキから、自分の手札からね、はい、エッジインプチェーンと、ガゼルを融合素材に使って召喚。はい、こちら、幻獣をキマイラを特殊召喚します。で、ここで、キマイラ効果、幻獣をガゼル効果、エッジインプチェーン効果。幻獣をキマイラはですね、相手フィールド、このカードが特殊召喚に成功した、融合召喚に成功した場合、エンドフェーズに相手の手札1枚をハンデスする効果を持っています。で、効果と。で、幻獣をガゼルの効果。融合素材となって墓地に置かれたとき、デッキから、幻想魔族モンスターを手札に加えます。で、エッジインプチェーンの効果でデッキからね、ベストオイカード1枚手札に加えます。まあ、パッチワークを手札に加えますね。そして、デッキからミラーソードナイトを手札に加えます。で、通常召喚を行ってないので、ミラーソードナイト通常召喚効果。ミラーソードナイト自身をリリースすることにより、デッキからね、キマイラフュージョンの名前が記されたモンスター1体特殊召喚します。こちら、バフォメット。で、バフォメットの効果。このカードが特殊召喚に成功したとき、デッキからキマイラフュージョンと、そのカード名に記す、獣族レベル4モンスターを手札に加えます。まあ、キマイラフュージョンと、こちら、まあ、現状ガゼルでいいでしょう。そして、キマイラフュージョン発動。自分フィールド上の有力幻獣、幻獣をキマイラとバフォメットを融合召喚。ここで素材に使ってね。で、こちらドラゴサベリアを特殊召喚。で、バフォメットの効果。このカードがね、フィールド上に送られた場合に、フィールド上のカードの融合されて墓地に置かれた場合、ミラーソードに出てきますよね。幻想魔族モンスターを特殊召喚します。で、キマイラフュージョンの効果。このカードを手札に加えます。で、効果。カードセットしてターンエンド。で、相手ターン中にミラーソードナイトの効果。自分のデッキからモンスター一体を、先ほどと一緒ですね。はい。バフォメットを特殊召喚。で、バフォメットの効果によりデッキから、キマイラフュージョン1枚と、獣族モンスター、レベル4モンスターを手札に加えます。ガゼルを手札に加えます。はい。そして、まあ、ドラゴスサピリアの効果で相手フィールド上のモンスターを無効にし、で、キマイラフュージョンをここで打てば、さらに、モンスターとね、ここで、まあ、ガーディアンキマイラを出してもいいでしょう、これね。ガーディアンキマイラを特殊召喚。で、ガーディアンキマイラの効果で2枚破壊してカード1枚ドロー。まあもちろん何でしょう、手札に他のモンスターがいればね、手札2枚。まあ幻獣をガゼル、幻想の王ガゼルを2枚だったから同じモンスターでは無理なので、同盟カードでは無理なので、他にモンスターがいるならばね、ガーディアンキマイラの効果で1枚と、ドラゴスタピリアを残して1枚と、幻想の王ガゼルと何か他のモンスターで出して2枚ドローにしてもいいかもしれません。今回は2枚破壊と1枚ドローにしました。1枚増えます。で、ガゼルの効果で墓地のね、幻想魔族モンスター、いや、ガゼルの効果でデッキからカードをサーチしますね。幻想魔族モンスターをサーチ、コアトルをサーチでいいでしょう。はい。はい。で、バフォメットの効果により墓地の幻想魔族モンスターを特殊召喚します。まあ、なんでもいいと思うんですね。はい。この話です。手札5枚増えてます。わかりますこれ。で、ガーディアンキマイラの効果でね、他のモンスターを素材に使えばですね、もう1枚増えるので、手札6枚になる可能性があるという。めちゃめちゃ強い、これ。ハンドここまで振るとめっちゃ気持ちいいんですよ。で、しかもね、返しのターンが入ってきたら、ほぼ確実にワンショットしに行きます。幻想魔獣キマイラ、このあたりですね。幻想魔獣キマイラとかを使えば、もうほぼ確実にワンショット、ていうか、オーバーキルだろうっていうレベルのね、布陣をすることがあります。ハンドめっちゃ増えるから、そこがいいですね。パッチワークも含めて。はい、こんな感じですね。一番基本的な動きがこれだと思います。他にもね、カードを組み合わせて、まあ、墓地に幻獣をキマイラがいるから、さらに墓地蘇生ができるんですよ。今回ね、別に墓地蘇生してもそこまで美味しいカードがなかったですから、まあもちろん、幻獣をガゼルをサーチでさらにサーチすることができるんですけど、今回はやってませんけど、他だと、まあ、そうですね、悪魔族モンスターで言うならばなんでしょうね。悪魔族モンスターとか獣族モンスター、まあ、王子ワンフーとか入ってる、デッキもあるので、そういった妨害の
できるカードを蘇生してもいいかもしれません。墓地に送られればね。はい、それではとりあえず以上になります。では、デッキ紹介いきましょう。どうぞ。さあ、それではですね、デッキ紹介といきましょう。メインデッキ40枚、エクストラデッキ15枚となっております。まずはモンスターからいきたいと思います。幻想のガゼル3枚、ミラーソードナイト3枚、コンメイド、あれだよね。はい、コアトルが何枚、バホメットが2枚、で、スプリガンズキット1枚、アルバスの楽園2枚、エチームチェーン2枚、沼地魔人王1枚、増殖する G 3枚、ハルーララ3枚、ヤキシキワラシ1枚。以上です。次に魔法カード。キマイラフュージョン3枚、楽園融合1枚、融合強兵2枚、パッチワークが3枚、融合2枚、で、抹殺の指名者、破壊の指名者で1、2ですね。指名者が3枚、で、ハーピーの羽ボーキ1枚、融合解除1枚。以上です。次に、エクストラデッキ。幻獣王キマイラ2枚、幻想魔女キマイラ2枚、有力幻獣キマイラ1枚、マグナズマリリーバー1枚、リンドブルーム1枚、ルベリオン1枚、ミラジェイド1枚、ドラゴスタピリア1枚、ガーディアンキマイラ2枚、暗黒界のリュージオングラファ1枚、マスカレーナ1枚、トロミアニコン。以上です。はい、それではやっていきましょう。先ほどね、コンボ紹介というよりも最初の動きをね、再現するためにも、まずガゼル3枚、ミラーソードナイト3枚、コアトルが3枚、これらはもう3枚ずつ決定でいいと思います。ガゼルは、デッキからですね、モンスターカードをサーチ、まあ、バホメットをサーチですね、バホメットをサーチするか、キマイラフィジョンをサーチ、ミラーソードナイトはデッキからバホメットをリクルートするものと思っておけばいいと思います。で、コアトルはそれらをサーチするので、もうこれらは3枚ずつで絶対いいと思いますね、この手のデッキを作るには。で、問題はバホメットですね。レベル5なので素引きした時の弱さが半端ない。まあ、融合素材に使えるというのはあるんですけれども、複数枚被った時めちゃめちゃ辛いです。ミラーソードナイトから一番ね、リクルートしたいカードなので、まあデッキ枚数的には2が限界かなと思ってます。ピン刺しで十分という人もいますけどね。まあ個人的にはなんか飛んだ時怖いので2枚の方がいいかなと思ってます。で、スプリガンズキット、これらはサーチすることができますから、融合素材となった時にガゼルの効果でサーチすることができるというのがあるので、あるいはね、バホメットの、ガゼルの効果じゃ、バホメットの効果、特殊召喚効果でね、サーチすることができるので1枚入れています。で、アルバスの楽園もこの2枚ずつで、それや通常召喚権を使う時にやっぱ最初の初ターンの場合はこれらに使っちゃうんですよ。で、スプリガンズキットとかをやる場合は2ターン目以降、3ターン目以降になっちゃうと思うので、1枚で十分かなと思ってます。もうむしろ融合素材に使っちゃってもいいと思いますしね。楽園融合サーチすれば、あとはもう用済みですから、サーチする先として保険としてサーチしておくことが一番重要。まあ、手札を増やすことが重要です。ガーディアンキマイラを出すためにも。で、エッジインブチェーン。これが2枚ですね。で、沼地の魔人王。これ融合サーチすることなんですけども、パッチワークがありますから、そこまでね、この融合サーチを使うことはないです。まあ、どちらかというと、融合素材、有力幻獣キマラの効果の融合素材に使ったりとか、あるいは、暗黒界の竜神をグラファね。闇属性モンスターがこのデッキ多いですから、言うても。それらのために1枚だけ保険で入れています。で、増殖する G3 枚、ハルラ3枚、屋敷わらし1枚。で、屋敷わらしを入れているのは、墓穴の示しがめっちゃ辛いからです。まあ、誘発に打たれるのが辛いのもそうなんですが、墓地に行ったね、これらの効果とか、有力、幻獣置きマイラでの蘇生効果に墓穴合わされるとかなり厳しいものがあるので、1枚だけ刺しています。で、キマイラフュージョン。これはもう3枚確定ですね。はい、回収効果を持っている。プラス、発動、融合のね、発動自体にはね、墓地の回収効果は単1ですけども、融合の発動自体は単制限がないので、これはもう確実に3枚いります。で、楽園融合が1枚。で、融合強兵。まあ、有力幻獣キマイラを出すためなのですが、まあ、フィールド上に置いておくというのが重要なんですね、これはね。幻獣王キマイラは、墓地効果が有用なので、で、除外して発動するのが有用なので、結構有力幻獣キマイラがいないことが多いんですよ。なので、フィールド上にね、有力幻獣キマイラを用意しておいて、融合素材に使って墓地にずっと恒久的に置いておくというためにも、このデッキカードを入れています。まあ、マグナムザ・リリーバーとかの融合素材にもなれるので、簡易的な、まあ、簡易融合の代わりにもなるっちゃなるんで、結構便利っちゃ便利ですね。でも3枚は多すぎるので2枚にしてます。G クラウドきつい。で、パッチワーク3枚で融合が2枚。うん。ここがね、本当はね、333だったんですけども、ちょっと枠を作りたかったので、223にしています。で、抹殺の指名者と破壊の指名者。これ G 励ます。本当にきつい。このデッキは G めちゃめちゃ辛いですから、全力で弾き返しに行くためにこれら3枚入れます。で、ハーピーの羽ぼうきと融合解除。この融合解除ね、結構ね、強いっすよ。マジです。というのも、このデッキね、ワンショットをしようとするとね、むずいんすよ。むずい。
なんでかというと、キマイラフュージョンは速攻魔法なのに、メインフェーズにしか打てないから、追撃で打てないんですよ。あの、エルシャドールフュージョンみたいや、超融合みたいに、バトルフェーズ中の追撃で打ちますっていうことができないです。ところが、融合解除の場合だとそれができてしまう。バトルフェーズの追撃で、特に有力、あの、幻想魔獣キマイラとかはかなり攻撃的なモンスターですから、雷帝のライフを一瞬で削り取ることができる。で、どうしても足りなかった時に融合解除でダメ押しをするということが。それらで、あの、このカードを1枚引き抜くととても便利です。まあ、ガーディアンキマイラとかでもね、3体生成できるわけですから。はい、次が、エクストラデッキかな。幻獣王キマイラ。ここもは2枚必要ですね。ハンデス効果を持ちなので、ます。先ほども言ったように墓地効果も優秀ですから、結構ね、墓地に留まることはそんなないと思います。なので、有力幻獣キマイラをね、先ほども言ったように入れているわけですけども。まあ、使えるうちは積極的に使っていっていいと思います。相手ターンしか打てませんから、打ち所を間違っちゃうと、打ち所を遅くにしすると、あ、やべえ、融合素材1枚足んねえ、ガーディアンキマイラ出せねえじゃんとか、やべえ、有限時、あの、幻想魔獣キマイラ出せねえじゃんってなるので、使えるときは使っといた方がいいと思いますね、このデッキは。で、幻想魔獣キマイラ、すごく攻撃的なカードですね。フィールド上のカードを、あの、2回攻撃できたりとか、あるいはゼロにしたりとかなので、攻めに行くときに使うカードで、で、先行1ターン目とか、あるいは置物としては使えません。怪獣なんかと非常に相性がいいんで、サイドデッキには怪獣用意してもいいかもしれないですね。で、有力幻獣キマイラとマグナズマイリーバー。これあんま出ないかな。うん、保険として入れてるけど、そこまで出ないと思います。ガーディアンキマイラで手札に素材がない場合とかで出すぐらいか。ガーディアンキマイラを出したいけども、手札に融合素材がないよっていう時に出すぐらいですね。で、リンドブルグ、ルベリオン、ミラジェイド。ここから出るカードですね。このデッキだとリンドブルグが一番優先度高いんじゃないかな。で、ドラゴスタペリア、ガーディアンキマイラ、で、暗黒カイメルジオン、グラハト。で、リンクモンスターはもうちょっと2枚だけにしました。というのももう楽園融合がありますし、何よりも融合にね、リソースを割きたいので。ナスカレのトルメイニコン。トルメイニコンはこの中でも悪魔族なので、ここらのね、融合素材にできるっていうことがあるから、結構便利ですね。はい。それでは、以上になります。キマイラデッキ。やっぱし自分は融合が好きなんだなぁというのが、再確認できました。楽しいわ、融合。いろいろとね、まあ、シャドールが好きだから知らないんですけどね、シンクロがね、12期になってシンクロデッキを多分コナミさん的には押していきたいっていうのがあって、実際もね、僕シューティングクエーサードラゴンの25宿が当たったから組んでみようと思ったんですけども、ごめんなさい、ちょっとやっぱし融合が好きだからこのデッキ組んでるあたり、シンクロデッキ組むの一体いつになるのかなと思ってます。次のレモンのストラクぐらいじゃないですか、組むとしたら。はい、それではアクテクでした。また次の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバイ。